皆さんこんにちは、あずです。今回はプリンセスヘアゴムを作っていきます。今回も娘が描いた設計図をもとに100均で買ったプリンセスカラーのリボンを使っていきます。リボンを20センチにカットします。リボンの端をライターで炙り端処理をします。次にリボンの真ん中に両面テープを貼り、リボンの両端を接着していきます。リボンの形を作り、糸で縛ります。リボンの形ができたら、リボンの裏にヘアゴムを貼ります。端処理したリボンを巻いていきます。最後の部分も端処理をしてから接着します。次にセリアで買ったラインストーンシールを使います。リボンの真ん中に接着していきます。接着したら完成。ぜひ作ってみてね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。